流れでヨドバシカメラ入ったら俺は電動歯ブラシ買うことになりました。人間って縄文時代から手で歯を磨いてますよ、はい、でも今って令和まだこれやってるの。まあ言われてみればおかしな話ですよ。そう掃除も掃除ロボがやってる中ね。そういうことです、うん、絶対に電動歯ブラシ買ってます、うん、おすすめを教えていただこうじゃないですか、はい、そこまで言うのであれば気になるけど手出してないシリーズのその1です。OK です。あーでもこれはすごいっすわ。すごいわじゃなくて違うんですよ歯ブラシなんで会社の先輩というか上司なんですよ俺はてっきり同じ会社の人だと思ってました。いや同じ会社の人ですよ。フィリップスの人でした。ずっとセールスされてる。まんまんまと買わされてしまった。言いますよ良かったかどうかはまあ良かった以外はないんですけど。さあ帰宅して開封したよ。使うか。いや想像できんな。まあもちろん電動歯ブラシだからゴシゴシって自分でやらんでいいはず。スイッチオン。うわあ飛んでった。おお。くすぐったい。これ無理だ俺。くすぐったすぎる。ああこれはうんいいね。外側はいいね別に。おお。